はい、7番です。大丈夫ですかね。あ、蹴ってないよ、蹴ってないよ。蹴ってないからね。7番、7番さん、点呼こんできばまんした。は。あ、こんばんは。ルール説明聞いてました？いや、聞いてないけど、大丈夫ですよ。あー、はい。ジーネちゃんできへん？無理か。まあ、いっか。嵐やったよってどういうこと？僕は嵐じゃないですよ。あ、無理か。オッケー。まあ、ルール説明はテンプレで、まあ大丈夫ですね。奈良さん、頼みますよ。はい。役職とか禁止で。はい。はい。じゃあ、楽しくやっていきましょう。はい。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は村人です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。8番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。村人陣営でございます。はい、特に仕様とございません。まあその初旬ってね、色落ちもしないし発言も伸びないしでいいことないんですけどね。どうしようかな。じゃあ場面的なのは別にいいと思うんで、占いにしよう、霊能にしよう、場面の時は霊能を、釣り切りと思ってます。そこの霊能の精査っていうのは、ね、必要ないかなっていうふうに思ってます。で、占い師の精査に関しては、単体精査を主にっていうのと、まあ、時点でライン精査ぐらいですね。単体精査っていうのと発言精査を主にしていきたいというふうに思っております。はい。占い師の方は、失言とかは、一気に締め落ちちゃうんで気をつけてくださいって言っときます。じゃあ、2周目、これ伸ばせるように頑張ります。9番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。霊能師です。霊能師仕様です。はい。8番に聞きたいんですけど、霊能師は精査がいらずに釣り切るってなんでなんですか？ 8 番さん、それめっちゃ聞きたいんですけど、なんでですか？はい。で、占い師に対して単体精査するんですけど、8番さん2周目の段階で、占い師何仕様になるか分かりませんけど、8番さんしっかりと精査伸ばせますか？ 占い師に対して、ここのこういう理由が白いとか、ここのこういう理由が狼っぽいとか、そういう精査8番さんできるのかなって、率直に思いましたかね。はい。8番さんのやってることってすごい人外でもできるようなムーブでしかないと思ってるから、何トップ1やからって言ってフリやって言ってるようなのは結構厳しいかなと思ってますかね。トップ1やからこそ俺は頑張ってほしいかなってめちゃくちゃ思ってるんで、8番さん2周目めちゃくちゃ期待してますね。はい。ぐらいしか要素落とせないですね。はい。例のもし対抗出てくるんだったら勝手に出てきてもらっていいですよと思ってますね。めちゃくちゃ俺はそこ釣り下ろしますね。はい。俺は太鼓の霊能に関して一角してほしいから太鼓霊能をめちゃくちゃ釣り下ろします。占い師の先生もしっかりと伸ばします。以上です。1番のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営です。特に仕様ありません。なんか時間が最初からちょっと短い。そうだな、8番さんに関しては全く色落ちしないなというふうに思っていて、22ならレイロラっていうところは僕は脳死では嫌だなというふうに思っていて、発言使うのはね、時間もったいないからいいんだけれども、脳内ではちゃんと精査したいなというふうに思っている。っていうのは、新芽が高い方を残せた場合に、占い結果がね、2日目黒黒落ちた場合っていうのは黒から行くっていう選択肢を村目線あると思うからですね。だし、まあ、レイノちゃんも村に混ぜてあげようよっていうふうに思います。で、9番さんに関しては8に対する厚掛けは良かったかなって思います。で、個人的に思うことは、まあ僕含めてわかんないですけれども、確定した役職の人っていうのは、強気に言ってほしいなっていうふうに思っていて、まあそれについていくかどうかは村次第なんだけれども、ミスりを恐れず言ってほしい。以上。2番のプレイヤーが発言します。
2番キットです。占い師でございました。5番にしろ、5番にしろ、乱しろ刺さってます。8番さんから始まったこのゲーム、8番さん特に印象悪くはありませんでした。黒要素も別にありませんでした。うん、フラットというか普通に見てたんだけれども、2周目1かなと思ってたところ、9番さんが、霊能使用して8番さんぶん殴り。非常にいい圧掛けだったと僕も思います。うん、これが、9が真か、偽かわかりません。わかりませんけれども、8番さん2周目1っていうのはね、うん、いい圧掛けだったんじゃないかな。ムラリアール発言だったと思います。1番さんもそこ指摘できてたし、印象悪くありません。霊能は1巡目で出てきてください。騎士は潜伏でお願いします。いらないすらとかいりません。はい。それぐらいですかね。とりあえず2周目で、また精査いたします。以上。3番のプレイヤーが発言します。はい。1周目お願いします。まあ、8、1、まあ、2番さんが占い師なんですけど、まあ、若干2番さんっていうのは、どうなんだろう。8、1の精査、まあ、できないか。まあ、特に1周目やから。なんか甘く感じたけど、まあ、そこは気にせんでいいか。ただ、どうなんですかね。2番が、この段階で5番にしろってるんで、まあ、無理くり精査するのであれば、2番が強靭やったら5白打てるんじゃないかなと思ってるかな。仮に2番が狼っておいたときは、まあ、5の囲い持っていかなあかんのかなと思って聞いてるかな。特に8、1が1周目に関して、そこまで黒いとも思っていないから、自身はね。はい。まあ、全然2番の芯で5番の村、もしくは強靭刺さってる可能性もあるしね。そこはまあ、4番以降の発言聞いてから精査していこうかなと思っているかな。現状1、8は特に何も思っていない。はい、以上。4番のプレイヤーが発言します。はい、4番占い CEO、ランダムで8番が白、8番が白です。お願いします。太鼓の2番に関しては、狼、狂人、どっちか よくは分かんないです。で、気になる発言としては、まあ、9番はのけておいて、1番と3番の精査するとしたら、1番に対しての精査で、あなたが頭で考えて、霊能に関して、脳死者嫌だから、頭で考えて、精査するって言ってますけど、その精査した場合って、言語はしてないから、1のその精査って、誰の考察も落ちないから、1がそれやってる意味がないなって思いました。あと、1番の確定した役職に関しては、自信を持ってほしいっていう発言があった、あったのを聞くと、まあ、1番は、役はないのかなって思いました。はい。3番はそこまで気になる発言ないっていうのはあったけど、2番が狼だった場合は、3番の狼はあまり見られないかなと思いました。狂人とかそういう精査する必要がない。5番のプレイヤーが発言します。うん。まあ、9番には悪いんだけど、霊能って脳死で考えるもんだと思うから。ってことでね、うん。9番脳死でね、心置きするから。決め打ちするから。それでいいだろ、9番。9番を決め打ちするから。うん。脳死は脳死でもそれでいいだろ。俺は9番を決め打ちするから。9番の芯しか追わないから。9番が一角したら、好きなとこ釣ろう。うん。その人、恥が怪しいって言ったら、片白でも8に入れるよ。うん。そうだよね。うん、決め打ちを。脳死脳死でロラって。うん。俺も決め打ちをした方がいいと思う。うん。それで外してもいいから、訓練していかないとダメだと思う。昔は脳死だったけどね、今はダメだと思ってる。うん。だから9番決め打ちするよ。うん。占えば8番釣ろう。8番じゃない。4番か。4番が怪しいと思うから4番釣ろう。占えば。6番のプレイヤーが発言します。はーい。いやー、片白だけど5番さんなんで4番釣ろうって。理由じゃあつけてくださいよ。うん、あと9の話しかずっとしてなかったなと思って。9しか霊能出てないですよね。強気でめちゃくちゃいいと思って、2周目占い精査伸ばすって言ってて、自分にも圧かけて、8にも圧かけているところ、芯っぽいなと思いましたね。これで占い精査してなかったら9の2周目も見ますが、今現状9は芯っていうか、芯でしかないかなって思ったかな。対抗出るんだったら出てみてくださいって思ったぐらいの芯だと思いましたね。はい。まあ2周目だと思ってるんですけど。そのどれくらい伸びるかでね。8も2周目1かな。どう進行論、持論言ってもしょうがないかなと思ってるし、うん、現状5が一番気になるかな。1も指摘ちゃんとしてたし、3に関しても、妥当かな。
その2の精査が、うん、ちゃんと2の共鳴も持ってたし、老鳴も持ってたし、まあいいのかなって思ったかな。1人 CEO しかしないしね。はい。占い師に関しては2周目触れますね。以上。7番のプレイヤーが発言します。村陣営、8に関して2周目でしょ。うん。で、もう、9の9に関してはもう触れません。でね、1は、役は強気で出てくださいって、強気でいてくださいっていうのは、どうなんですかね。その、どちらかというと、その番、考察って、その、役は強気でいてくれっていうのって、それ言わんでいいような気がするんだよね。別に、例えば、それで強気な発言をして、あ、こいつ役やなって、透けるっていう、人外に透けるっていう。だから1番さんはそれで言わんでいいと、素直に思ったから。で、5番は4は偽って思ったり、根拠を述べてほしい。はい。で、3番に関しては、その2番の精査を無理くりつけたのは、評価できる方だと思いました。2、4の占い精査は分からんが、5番はなんで4番にすると思ったのか分からん。6番に関して2番、2周目行きましょう。8番。こんなもん直感だから分からない。2周目から修正していく。まあ、まず9番さん、芸能カピタンおめでとうございます。カピタンを出してると、そうだね。あ、騎士、1番さん、騎士ってなると、グレーチから行くんだったら4。突っ込まれちゃうからね。4だっけ。騎士、6、7かな。あ、じゃあ4、6、7じゃねえや。5、6、7か。うん、6、7、3か。まず、5番さんに関しては、まあ、そこは別にグレイジじゃないんだけど、うん、その、だから6、7で触れた通りだかな。うん、なんで4番さんのその雑な黒塗りしたのかなっていうふうには思った。で、9番さんから俺の殴りについては、まあ、そこの位置で俺にしか触れることがなかったから、そういうふうに殴ったのかなっていうふうに思った。で、この場面で、占い精査っていうよりもグレイの方の精査した方がいいかなっていうふうに思うから。うん、でも、俺がちょっと5番さんの印象的に思ったのは、2番さんが強靭で、5番さんに黒をあって、当てたから5番さんがそんな余裕な感じなのかなっていうふうにはちょっと思ったっていうのを言っとく。で、6、7に関しては6番さんのうんとね、発言的には、5番さんのその発言っていうのをしっかり拾えてたし、正直そこまで、ロイ要素感じなかった。で、7番さんはそこの便乗位置なわけだよね。6番さんが言った通りに5番さんはっていうふうに言ってたから、6、7だったら6の方が村目は高いかなっていうふうに思ったかな。で、1番さんが騎士だから、3番さんかな ?3 番さんに関してはそう、1番さんが、色落ちしないっていう風に言ってて、1.8 印象ないって言ったから、俺も正直3番さんに関してはそこまで触れられないけど、6、7だったら7に行ってほしいっていう風に言っときます。以上です。9番のプレイヤーが発言します。はい。対抗で出てこへんのめちゃめちゃおもんないですね。はい。気になっているのは4番、7番ね。4番、7番気になってますけど、俺、釣り位置は上げないですよ。ただ単に精査を登してますけど、釣り位置は上げないので、皆さん別に各々好きなところに入れてもらって、最終的に俺の表に合わせてくれたらいいかなって思ってます。2周目全然聞けてないしね。はい。4と7が気になっていて、7番に対する1の殴りってめちゃめちゃ太いと思っているし、まあ、1が騎士だったどうかっていうような発言は、まあ、それはなしにしたとしても、伏せていたとしても、7番に対する1の精査って、逆に1番が騎士だった。っていう、この考察って起きないのかなって、7番視点がめちゃめちゃ気になったし、何1番の発言を逆に捉えならば、2と4に対して圧をかけているような発言にも捉えられへんかなと思ってるから、7が1に対する指摘ってめちゃめちゃ太いなってめちゃめちゃ思いましたがね。はい。4番に対しても、1番の脳内開示がないのって、1番に対してムラリがないよって4番言ってますけど、4番さんの視点の逆に霊能の対する精査ってどうなってんのって話ね。4番さんがその思考開示もせえへんかったっていうのは気になってるかなって思ってます。はい。2番に関しては2周目でいいかなと思ってますよ。現段階で、俺は。2番に対して1 CO 目やし、そこまで言うほど、偽要素っていう偽要素は拾えてなかったので、と思ってますかね。はい。グレーで行くならば3、6、7って行くなら、俺は7番がめちゃめちゃ気になってますかね。はい。3番と6番に関しても、盤面が固まってないっていうのと、ただ6番に関して言うならば、占い師に関して2周目くれますって言ってますけど、あなたもほぼほぼ占い師って7番以外で出へんかったら2周確定やから、6番さんは触れてほしかったなってめちゃめちゃ思ってますけどね。はい。ぐらいかな。はい。4番さん視点で5番さんのことどう思ってんのかなって思ってほしいかな。俺は占い師としては、これはそれまで提案したけど、この教授は若干あるかなと思っています。以上。1番のプレイヤーが発言します。はーい、そうですね。まあ、5番さんはかなり1周目から4への叩きを入れていて、で、まあ、2の片白でしょ。
まあなんか結構白くなる位置かなとは思ってますけど、ね、共鳴はもちろんあるけれどもっていう感じ、ローメは結構低いのかなと思ってますかね。うん。で、まあ占いか。占いでいくと、2番さんは、なんだろう。うん。なんか前の人の言ってることもみんなわかるなっていう感じで、あんまり色落ちてないかなっていうのが正直な印象かな。で、4番さんに言われたことに関しては、今9番さんが言ってくれたんだけれども、まあ脳内精査した結果だけを村に伝えればいいと思っていて、まあみんなそういうことに、することによって、なんだろうな、村に情報は落ちると思っているから、その叩きっていうのはちょっとどうかなっていうふうに思ってますかね。かな。まあ、あとは、なんだろう。そうだね。まあ、僕がそれで役がないっていうふうにどうして見えたのかっていうのは気になるかな。367。3番さんは、2がその1でグレー精査ちょっと甘かったんじゃないという話。で、2が人外だったら共鳴もあるし、まあ、ローだったら囲いを見ていく。うん。まあ、普通だよな。で、6番さんに関しても、まあ、5は気になったよね。うん。これ、9番さんとほぼほぼ同じやん。7番さんの僕への指摘がちょっと、いや、47が気になるって、同じやんけ、つってね。はい。2番。のプレイヤーが発言します。はい、367が今日のグレー1、それで、釣り1を、まあ、選ばなくちゃいけないんですが、ごめんなさい、この発言ターンだと、367の、意見をもう一回聞くことができません。今のところ、うん、そうね、強いて言えば6なんだが、あえてちょっとぼかしておきます。そこは、うん、ちょっとぼかします。それよりも1番さん、もったいない。4番さんがね、めっちゃ、騎士探そうと厚掛けしてたんで、なんか、出てきてしまってもったいないかなっていう気はしてます。とりあえず1番さんは白っぽかったんで、僕、釣り1は1番さん以外をしようと思ってました。そうね。とりあえずクロス占いは別にいいんじゃないでしょうか。実は5番さん、強靭目もあるんじゃないかと思って、ちょっとふわふわ、なんかよくわかんないです、5番さんのムーブが。うん。ワンチャン騎士もあるのかなぐらい思ってたけれども、うん、なんか全然そういうのじゃなさそう。うん。強靭目もあるので、そこら辺は追っていきたいです。そうなると6番さんは人狼なんで、狼なんですが、その相方を探していかなきゃいけません。とりあえず、占い1は、そうね、あ、そっか、それもぼかしとこう。クロス占いも、うん、一つの案です。はい。ぼかしときます。はい。で、釣り1は、367。この中からです。ただね、さっき言ったように、5番さん、強靭のメモを追っていかなきゃいけないんで、そこら辺ちょっと村、よろしくお願いします。考えて。3番のプレイヤーが発言します。はい、2周目ですかね。なんかぼかす言われたら、村視点って24の審議ってつけれないから、もっとどんどん言ってほしいんですけどね。まあ、ただ25狼は少なくなったのかなと思いました。2番が5番狼やった時って、まあ黒さいいかなって飲むんですかね。それかわざと4番死占い見えていて25で外してるようにも見える。どっちかなと思ってるけどね。5番さんの、ムーブあんまり村りはないと思うけどな。ただまあ、現状占い審議はついていないかな。その2番さんがぼかす言われてたら、見えてこないから、2が狼の時の相方って、6、7、5? わからない。で、グレー精査していくんですが、まあ、6、7で比べたら、いや、どうなんですかね。8番の、なんか、6、7なら、7に行ってほしいって、行ってほしいってめちゃくちゃ違和感でしたけどね。仮に4番が強靭で、6、8狼やった時って、全然言える発言かなと思っているんで、言ってほしいが全然わからなかったかな、8番のね。いやー、ワンチャン過去やるんじゃないですか、これ。6、7に関しても、1周目無理くり要素拾うのであれば、まあ、仮に4、7狼で7番が、5番に対して、なんでそんな4、2世見るのって言えるんですかね、言うんかな。1言わなくていい、どうなんだろう。ちょっとわからない。ただ6番っていうのは5番だけに突っかかっていて、まあ、3番の精査がいいって。いやー、これわからん。発言聞かないわからん、マジで6、7。はい。4番のプレイヤーが発言します。
まあ、釣りじゃ7番かな、7番の1番の生産もよくわからなかったし、俺はそう思ったからタラタンに言っているし、俺は5番がやってることって偏ってるけど、ムラリはあると思いましたよ。5視点って9番が比較させるために6番と7番に圧かけたのかなって思いましたけどね。6番がそこで5番に対して、6番と5番で同様なことを言っていて、9番が死ぬんじゃないかって言って、9番に対しての精査って5番と6番って似てないか。なのに6番は5番に対して、その評価を全くなく5番が4番釣るって言っただけが、5番の違和感。共感できる部分なかったんだって思って、あるくないかって思ったから、まあ、5番と2番狼は見えないなって思いました。ぐらいですかね。だから、現時点で2番が6番をなんか一本釣りして、理由もなく追押しているところから6番、2番はないと思っているから、まあ、2番狼と追っているんですか、7番かなって思ってますね。はい。3番に関しても2番と3番もあんまり見えないと思っているし、3番に関しては6番、8番狼、4番狂人って占い心境盤面を想定して、なおかつ5番と8番に対して狼塗りをしていることから3番の狼はあんまりないかなと思いました。はい。それぐらいですかね。まあ7番釣りたいですね。7番の1番の精査は9番と同様でよくわからなかった。はい。以上です。まあ、5番を売られたくないですね。5番のプレイヤーが発言します。まあ、今回、圧だけじゃなかったですよ。うん、単純に、このね、この昨今のね、人狼殺業界でね、脳死でロラするってね、なんだろうって思ってたから、ずっと。うん。決め打ちすればいいじゃんって思ってるタイプだったからね。昔は、脳死ロラタイプだったけど、決め打ちした方がいいと思ってたからさ。うん。で、9番死んじゃん。普通に考えて。うん。だからまあ、対抗官って言うのが何だろうが釣るつもりだったから、別に厚な系の意味なかったんだから、むしろ出て欲しかったんだけど、そいつは釣るから。うん。全然厚な系の意味もなくて、ただ単に9番は死んでしょってことを言いたかったよ。8番の考えてることって、間違ってんじゃないかって意味も含めて。ただ言いたかっただけだから。うん。じゃあ、ライン切りしてんでしょ？じゃあ7番捨てんでしょ？じゃあ分かった。7番するから。その後4番するから。以上。6番。のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。4番さんに返しておくと、5番さんの9にしか指摘してなくて、あと、4を釣ろって言って理由も何もないところが私が叩いたところなので、5が9を新置きするのは一緒かもしれないけど、5のグレー精査の全くないところは私は叩いたわけですよ。はい、それだけを話してるんじゃ無駄にないですよ、全然って言っときますね。2、4の精査だったらどうかな。2に関してもなんか、私って言ってるけど、何ぼかすって何と思って。理由言ってもらえれば、私も、返答は返すし、そういうゲームだと思っているから、ぼかすってなんだ、うん、まあ、2、1番面で噛まれる懸念をしてるのかな。ちゃんとそこは私も返答したいところもあるから、言ってほしいなっていうのもあるし、4に関してはちゃんと、その LINE はちゃんと見てるのかな、2よりはって思ったかな。その2、5は見えない、6、2もない、2、3も見えない、だから7じゃないかって。でも3って、結局2、4審議これじゃできないねって済ませて、4に触れないところあたりもなんかちょっと気になるなって思うし、ワンチャン囲いがあるって言うんであれば、囲いの線の5、8に触れるべきだと思っている3に関しては。そんなに、なんか5、8に触れる、5、8に触れるっていうよりは、6、7の動向を探そうとしてたから、なんか言ってることとやってることちょっと違うなって思っちゃったかな、3に関しては。これがじゃあ黒要素かって言ったらちょっとわからないけど、そこが気になったかなっていう点は挙げておきますね。7に関してはね、特になぁ。何も思わなかったんだよな。3が気になります。7番のプレイヤーが発言します。2番に関して、グレーで3、6、7、ぼかすって言いながら、6番を一本釣りしてるんですよね。一回発言してるんですよね。ってことで、その2番が、僕釣りの流れから2番が6に一本釣りしてることを3番は、指摘しなかったんですよね。ただ4番は指摘して、っていうことで、例えば、そこの3番指摘しないところで2、3も見えたけれどもね。うん。2番が3、6、7なら7っていう、
ぼかしといて、でも6かなっていう、一本釣りはしてましたよ。3番さんはそこを、拾っていないんですよね。あと1番に関しては、の、何、精査がめちゃくちゃ、何っていう風に殴られてたんですけれども、なんすか、まあ、シーンはシーンでいいんですけど、その役は強気で出てくれっていう、いうのって、その騎士かなっていう精査を落とすべきかな、落とすべきでは、落とすべきやったんですかね。例えばその一番が騎士というのを念頭において、じゃあ一騎士ですかっていう方が無駄りないと僕は思ってて、その一は役は強気でいかんでも、それは言わなくてもいいんじゃないですか。自分は飛躍あるいは役を透かしている。だほとんど役を透かしているムーブやから、そんなこと言わんでいいんじゃないかっていうふうに言っただけで。殴られる筋合いが全くないと思いまして。だからそういう理由で3番さん行きたいです。僕釣りは飲めませんよ。以上。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票。ノーノーノー。私はただの石。7番のプレイヤーが発言します。はい。91の言うこと聞けばいいのこれ。うん。9は2番が、なら9の意思に従って3行こう。2、3と6に行っているっていうことで、その2、3と意見が合致してるんですよね。いいんでしょ。それはどうなんですか、うん、その。確かに精査してないってことでしょ。3番のあれは。うん。だから2番って、ぼかすって言ってるけど、ぼかすって話してましたよね。じゃあ3番行こう。で、3番はそこ拾ってないんですよね。3、2の線も消したら。だから、で、2番と3番って、釣り先が一致してるんですよね。どうなんすか皆さん、これ。どう見るんすか2番と3番自体が。で、僕が釣り押されてる理由が全くわからなくて、1番の精査が、マットではなかったから釣り押されてるなら、そこだけで釣り押されてるなら、何 SG1 になりうるところとかいっぱいあったと思うんですけどね。僕が釣り押されてる理由がわからない。3番なかった週がするから3番でいいじゃねえ。もうはっきりしてねえし。はい。まあ、4番さんが狼の時は7番になれるのかなと思いましたが、4強6、8は見えるのかなと思ってますね。確かに2番は言ってたよ。6番に対して。別に言わなくていいかなって思ってました。率直に。6、7やったら6の方が黒いかなと思いますけどね。はい。6番視点って、俺が気になるだけやから、6視点の黒い視点ないんですよね。これわかるかな ?6 番の精査の上から、6番って、その位置で気になるしか言ってないんですよ。俺はこの段階で一周目しか6、7聞いていなく、囲い持っていかなあかんっていう現状下やから、6、7発言聞いて入れるしかないんですよ。分かってますかね。けど6番っていうのはその位置にも関わらず、3が気になるだけですからね。気になるってそれ何で思って釣ってるのか言うべきですよ。あなたが村やったら。占えばいいじゃん。絶対6番人間やと思いますよ。はい。騎士も出てんだから。4、6はあるんじゃないですか ?2、6はないと思うけど。はい、2番が狼で6番にするのないと思うから、はい、6番行ってくれよ、6番。全プレイヤーの発言が終了しました。これから、じゃあ、7番行ってからいいじゃね。まあ、7番でもいいけど、まあ、3番でいいじゃない。めんどくせえから。誰でもいいや、釣られりゃいいんだから。白でも黒でもいいよ。黒になったかもしれないし。どっちでもいいや。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは3番の遺言を発表してください。はい、まあ、今回に関してはしょうがないけど、46オオカメと思うけどね。はい、普通に。だって6番視点で7番が気にならなくて3が気になるだけですからね。はい、何で思って釣ってるのって話じゃないですか。26オオカミないと思ってるし、46オオカミありえると思ってるよ。はい。まあ、1番差しから9番守ってもらって、明日決め打ちなんで、ほぼ2がシーンやと思うけどね。5番にしろ状況かなんで。はい。強陣地7か6、7か8にいるんじゃないですか。はい、まあ、5番さんっていうのはそういうプレイスタイルなんで、そこで強めって置かない方がいいかなと思いますよ。はい、いや、絶対6番オオカミと思うけどね。いや、これ負けたらちょっと、俺怒るで。俺今結構7連敗中やから、
はい。まあ、4、6で当たってると思うよ。強靭種7、8どっちかいるんじゃないですか。はい。あと6番っていうのはその位置に関して、3が気になるだけですよ。はい。いや、俺っていうのは8番から始まって、一応囲いもあった8番の発言においても気になったし、全然2号でも追えるし、そういう追っていかなあかんと思ったから、そういう発言したんですけどね。はい。ってところ。まあ、勝てへんかったらちょっと怒るよ。反省会で。絶対6番人外と思うから。はい。2番、絶対6番黒出ると思うけどね。8なんて占わなくていいと思う。仮に4強、6、8狼もあるから、そこはまあ、普通に村、頑張ってほしいと思うけどね。はい。絶対6も狼と思うで。多分な。多分。4、6狼やと思うけどな。はい。以上。頑張って。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。9番のプレイヤーが発言します。6黒7黒ね。はい。じゃあそれぞれ2番さんに関しても4番さんに関しても6と7に対する黒要素は上げてほしいかなと思ってますね。はい。ごめんなさいね、ブルピンさん。俺入れたんやけど、絶対決戦投票でブルピンさん違うわと思って票ずらしたかったんやけど、霊能が票ずらすってことはあかんかなと思ったから、ごめんなさい、ブルピンさんに言い続けたっすね。申し訳ないなと思ってます。はい。4と2に関しては6と7を占った理由と、もしくは、占った理由と、プラス黒いい理由、しっかりと述べてほしいなと思ってます。はい。もう決め淵なんで、6、7精査でいこうかなと思ってますかね。6、7精査ね。はい。で、次の2、4に関しては、8、5か。の黒空でいいんじゃないかって思ってますね。ふぅ。決め打ちか。確かに3番さんの、ブルピンさんが言う、6番さんに対する精査って真っ当やと思ってんねんけどな。6番さんって7番さんはそこまで言うほど気にならんかったんかと思ってるんですけど、9と1が、両役がね、両確定役が7番に対して叩きを入れてるけど、6番目線って7番のこと気にならんかったんかっていうその発言が気になっているけど、6番が狼だった場合って7番釣りおさんかなとも思ってるんやけどね、3番に気になるっていうその発言まで持っていくのかなっていう。ってなってきてる、6、7、狼ってあるんかな、ワンチャンとも、は思ってるかな。あ、でも、それは絶対ないんか。それは絶対ないんやね。ごめんなさいね。それは絶対ないんやけど、6、7に関して、まあ、6、7ランでいきましょうか。はい。1番のプレイヤーが発言します。はーい、お願いします。もうね、電話がちょうど来てね、マジで守れないかと思いました。危なかった。そうだな。6、7で比べると、まあ、ちょっと投票結果からになるんだけれども、投票結果とか投票のずらし方とかね、そういったところからになるんだけれども、今、キュバさん言ったように、結構、7番さんへのヘイトが溜まっている中で、3番さんへのヘイトってほとんど向いてない状況の中で、まあ、6が3にそらしたっていうところで、まあ、投票から見ても、3に行ってんだよね。だからね、まあ、なんだろうね。6番よりは7番の方が生存意欲高いのかなと思ったかな、単純にね。ちょっと正直、占い師の発言と、あとはその黒出された人の発言聞かないとわからないけれども、そうだね。で、なんだ2番さんは昨日7へのヘイトを6にずらして、で、4番さんは、いや、7でいいっつったのか。だから、2、7、4。そうね。な、なんか7番さんの方がどっちともつながりそうな気がするけどね。まあ、ちょっと思考ロックはしません。6、7どっちか入れます。はい。2番のプレイヤーが発言します。
どうでもいいけど、岸ぐーちゃん。6番さんの占いは、もう単純に3番さんの発言がムラ目があったんで、4、6のラインを出たんで、3番さんが、8を占うよりも6を占った方がいいかなと思ってました。もともとの釣り位置は、3、6、7で、ぼやっとしてました、正直。ぼわっとしてました。発言、まだ1周目しか聞けてなかったんで。6番さん、ですから最後まで僕投票したのは、最後までっていうかね、最初の1周目、1回目の投票では6に僕投票してます。投票結果をご覧ください。6番さんが一番、発言がふわっとしてたんで、伸びてなかったんで入れたんですが、とりあえず6、7、6、3の精査っていう場面だったんで、まあ、いやおうなく、どちらを、精査しようかなと思って、色を見てみたかった3に入れました。結果、白でございました。4、ちょっと追加します。4、6のライン追ってます。6は黒なんですが、4、相方は、そうね、8はありえないし、4強。強人がどこにいるかだよね。そうね、占い位置ちょっと広いな。4はね、強めがまだあるのかなと思ってます。まだわかんない。4、6、ローロンのラインも追っていかなきゃいけないんですが、5強とかね。で、5の強人はまだなんか確定してるわけじゃない、僕の中で。というわけで、今日はとりあえず占い師セットだったら4から、グレーだったら6から。4番のプレイヤーが発言します。はい。まず占い理由が言います。3番落とした現状で7番を釣りたかったんですけど、9番の票が3番に入っていることから、9番のそよ番がいるかみたいのが3番なのかなと思って、それもあったけど、3番の6番に対しての釣り押し方の理由と、なおかつ7番と3番の裏になっているのに、6番に投票してくださいって発言がよくわからない発言をしているな。3番の裏だった場合って7番釣ってください。3番、7番の決戦投票になっているのに、その発言よくわからないなって思いました。だから3番釣りだったんですけど、で、7占い。6番は占い師から外れて、5番が強人、まあこれ多分5番の強人ないと思うんだけどな。じゃあ5番が強人だった場合で、あからさまに4番投票とかいう下手くそなことしないと思っているんだけどな。だから3番が占い心境過程で、グレー2浪構成を追わしていた3番が強人なのかなって思いますね。だから三強人の2番7番狼で提出します。はい。それくらいですね。7番視点で1番に対しての、1番がそれ言わないんじゃないのっていうのは、1番がそう思って言ってるだけであって、俺はそれを、スムラでそれを言ってるのかなって捉えただけであって、7視点で1番がそれを言ったら、役位置わかるんじゃないのっていう、7番の1番への叩きは不当だと思ったし、2周目に関しても、3番への釣り押し方はちょっとよくわからなかったかなと思いました。まあ、それで3、2ってつなげた2番の陣外が見えているからこそ、7番が俺にすり寄ったのかなって思いましたよ、7番さん。はい、よ。5番のプレイヤーが発言します。そうですね。じゃあ、6番釣って、4番釣って、7番の強人さんは、またね、7番の強人さんね。まあね、3番さんに怒られたくないから6番行くわ。脳死で。それでいいわ。なのでね。3番さん、みんないい方法あるぜ。もう勝っても負けてもね。6番入れればね。3番さんね。怒んないから。6番行こう。だって、4番チャット遅いしさ。チャット遅いんだから。変なタイミングで打ってんだから。いいじゃん。このタイミングで打ってんだから3番さん。4番が無視んだったら。俺、だから6行ったから村は許すぜってなるよ。4番チャットがものすごい遅いんだから。わけわかんないタイミングで。発言なんかどうでもいいよ。悪いけど。行動だよ、行動。なら黒チャットがなぜ打てないっていうその変なタイミングになってんだっていう行動が全てだよ。発言なんて聞いてないわ。3番にも怒られずに、4番が悪いんだから、先輩かましたら4番がみんなに説教されればいいんだから。8連敗になったらね、4番だけ怒られればいいんだから。真の占い師で、とてもじゃないけど真と思えない行動を取った奴が、明らかにおかしいんだから。発言なんかどうでもいいよ。行動が明らかにおかしいんだから。3番が唯一怒るのは4番が死んだったら4番に怒ればいいんだから。なので、俺はね、負けても勝ってもね、6番行くよ。
だって4番が悪いんだから。うん。あの、タイミングでチャット打ってね。うん。3番に怒られたくないから6番行こう。6番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、3番さん村だったらごめんなさいね。うん。いや、3、いや、3、陣が落ちてると思うんだけど、3、だから3強276、ちょ、待ってて。と思うけどね。いやー。三強陣落ちてる気もするけど、二番さんのじゃあ偽要素入れますね。入れますねっていうか言いますね。最初6に入れて、3に入れて、3、7の決戦投票で3入れて、で、3の色見たかったから3に入れたと。で、3が村目で、3の言ってる6が陣外だと思って6占いましたって、どんだけ3に従ってんだと思って。いや、3、まあいいや、3が陣外だった時のこと考えないの、まあいいや、そこはいいのかな。ちょっと弱いかな、これだったら。で、4って7に黒出ししてるんですよ。4が強靭っていうのはなんで追うのかなって思っていて。4が強靭で7に黒出して黒誤爆したらどうするのっていうところまで追わないのかなと思っていて。それを、4強靭もあるから、じゃあ4の、6の相方どこかなって。いや、でも6のローもあるし、みたいな。いや、どっちやねんと思って。4のことなんで見てるのと思っていて。4って黒出ししてるからローにしか見えないんじゃないのあなた目線って思っていて。そこのところまず曖昧なのに、2番さんの。偽要素ね。はい。91も触れていたけど、ぶっちゃけ37だったら3の方が怪しいから3入れたわけで、私がローだったら7分かりません。7が平等の流れの中で私が7に行き、7のところ、流れで乗ればいいだけなんですよ。そんな平等買うようなことしませんよって言っときますね。はい。7番のプレイヤーが発言します。6番言ってくださいね。まず4番さんにすり寄りと言われたんですけれども、あの時点で2番と、2番が、6番を釣り押したところからね、ね、6番を一本、3、6、7のグレーの中で6番を釣り押したところから、2、3の、ラインが見えたわけですよ。で、6番さんは3強陣と置いてて、5番さんの今の発言を聞いても3が強陣っていうふうに置いているんですよね。5番さんの、ヘイトは、5番さん、じゃあ6番さん入れようみたいな、今の発言を聞いて、もう、3番で強靭を落ちてる。3番の強目ってどこですかね ?4、6、ローローで折ったから、3番の強靭、強目を折ってるのかなっていうの。だから4、6、ローローでヘイト何黒塗りされたから、3番強靭を折っていて、4、6、ローローって追われたからね。3強で2、7、ローって。うん、4、6、ローでしょ。で、5番強靭だと思いましたけど。で、5番の強靭、強アピって、4、6に知らしめるためだと思って、6番が5番を強置きしなかった理由って、5番の強アピで、強アピが透けてたから、4、6、ローで、そうしてるんかなと思ったんですけどね。3を強靭に置いた理由ね。6番の、って思いませんかね。で、1周目の1番の殴りはもういいでしょう。6番つってください。8番。のプレイヤーが発言します。難しいな。まあでも5番さんのおしり6番さん行くんでしょ。うん、霊能ローラー、するなとか言っときながら自分はのおしり6番さん行くんだって思っちゃったけどね。うん、本当に人のことはじゃあ言わないでください。今後一切。はい。考えもせず6番さん行くんだったら、はい。発言聞かないんだったらやらないでほしいですね。はい。って思ったけどね。初め言われたから言い返すと。まあでも、6、7の精査っていうのをしたときに、俺もなんか、1周目からずっと7番さん入れてるんだけど、っていうのは、6番の便乗をね、7番さんっていうのはずっとしてるわけなんだよね。表から見ても分かる通り、6番さんが8さん行くって言ったときに、7番さんも、あのタイミングでなぜか3番さん行くって言ったんだよね。あの時に理由を話してなかったんだよ、7番さんっていうのは。6の怪しい要素がなかったとかじゃなく、なんとなく、あやふやにして結局3番さん行くって言ったんだよ。7番さんっていうのは、結局6番さんの便乗位置でしかなかったのに、まあ、この位置で6、7の精査ってなった時に7番さん、6番さん行って、まあ、押すしかないんだろうけど。7番さん怪しいと俺は思ったんだけどね。これで6番さん行くんだ、みんな。って思っちゃったけどね。確かに、まあ、4番さんがね、遅かったからね。っていうのは思ったけど、だとしても発言精査っていうのを含めたときに、2番さんは4番さんを強靭置きっていうか、強靭あるっていう風な意見も言ってるわけで、ね。っ
ってみたときに発言的に言ったら4番さんの方が芯を置けると思うんだけどね、俺は。だから7番さん俺は行こうと思う。うん、5番さんは脳死して6番さん行くなら勝手にどうぞって感じです。以上です。全プレイヤーの発言が終了しました。私はただの石、私はただの石、私はただの石。いいんじゃない？のプレイヤーが発言します。占い結果落ちるから。はい、言ってる通りなんですけど、ねえ、だから6番さんは3を強起した理由と、ね、その発言精査するならね、な8番さんね、5番さんに関しては、白で置いてるわけで、3強の、4、7、ローで置いてるわけでしょ。で、5の強アピを、5の強アピを、感じ取れたから、3を強に置いて、5を村に置いて、2、7、ローにしたんじゃないかっていうことしか言えないんですけど。で、僕は6番の便乗位置って言ってるけれども、3の黒要素、6番が上げてない3の黒要素を上げてました。黒要素というか、なんていうの、3の偽要素を上げて、3を釣りをしましたよ。3.2 が、3、6、7の、ランで、6を一本指定してましたよねっていう点ね。以上です、もう。6番のプレイヤーが発言します。1が7いって9が6いってんのか。とりあえず、同票だけは混じりやめてくださいって思いますね。人数が偶数だからあれなんですけど、ここで釣り押さないと人外の思うつぼかなって思っちゃうんですけどね。はい。8番さん、ほんと拾ってくれてありがとうって思いましたね。はい。5に関してはもう精査不能かなって思ってますね。強靭動向っていうより、3の、そのなんか、もう6絶対人外だからみたいな。いや、あなた目線7もいるし、囲いもあるかもしれないって自分が言ってたところを6占い飛ばして、2に6を打っ、2が6、2が6に黒を打てという布石にしか思えなくて、本当に3ローローで思っちゃったんですよね。9が3白出すまでね。はい。それで3強を大きしましたね。全プレイヤーの。もういいんじゃない？4番が悪いんだから、もうしたこじゃねえわ。4番のチャットが遅いんだから、もう4番が悪いんだからしたこじゃないわ。発言なんかもうどうでもいいわ。だってわかんないもん、発言なんて聞いたで。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは6番の遺言を発表してください。あー、マジか。いやー、三強人のことマジ狙いますねってか願ってますね。いや、強人いたらピーピーっすね。ピーピーないのか。え、待って。グッジョブ起きてるっていうか。ピーピーあるな。うわぁ、マジか。いや、申し訳ない。私、そんな7より黒かったかな。7って、私の便乗。てか、8番さんの発言、よく聞いたらわかると思ってるんですけど、9-1がこっち入れてんのか。9-1に信じてもらえなかったらもう負けっすね。はい。5番さんはもう思考6万で解けないと思ってるんで、もういいかなって思ってますね。そこに説得したところでって思ってますね。いやぁ、9-1に入れられたらもう、申し訳ないな。はい。村負けっすね。申し訳ない。ごめんなさい。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。1番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。
4、6、ローローっていうことですね。2番さん目線。4、6、ローローか。で、4番さん目線は、5白だから、2番さんの白先が5だから、4番さん目線は2、7、ローローってことか。4番さんって8白だったもんね。まあ、正直、まあ9番さん、まあ連紙だからね、まあ、9番さんの紙位置でどうこうっていうところはないと思うんだけれども、まあ、4、6ローローだとしたら、結構1番さん、7番さんに問いを集めてる僕を残す、か。まあでもこれもう決め打っちゃったからね。だって強人3番さんの強めってほぼほぼないと思ってるけれどもね。もう決め打ったから4行くしかないんじゃないですか、これ。はい。なんかよっぽど27が、ん?おかしな発言したら別だけれども、現状はもう決め打ったから4かなって思ってますね。ウィス。2番のプレイヤーが発言します。イオンクロでございました。1番さんそれは残されるんじゃないですか。やっぱり色見られたくなかったんだろうね。レンガミ入りましたか。レンガミっていうことはさ、昨日は旧守りだったのかな、うん。それは了解です。もう言うことはとりあえずないです。巨人どこにいるか結局分かりませんでした。申し訳ない。ただ4クロ結果出てますんで、まあことごとく4番さんも結果がね、出る、張るのがちょっと遅いかな。メタ入っちゃうけど、うん。申し訳ないけどね。2番こう、うん、こう、紙とかを頑張って遅れちゃったのかもしれないけど、まあまあ、うん、スムーズに打った方がいいかもしれないです。とりあえず、4クロ結果出てますんで、4、6、ロー、ロー、うん。以上です。もう、それ以外ないです。4を移ってください。お願いします。4番。のプレイヤーが発言します。はい、チャットをはるかに関しては昨日に関しては昨夜誰も死にませんでしたっていうあってチャットが打てませんでした。でそのあ終わった後に打ちましたけど何かありましたか。はい、2番と7番狼、5番は強人じゃないと思ってます。だってから5番が強人だった場合で3番に対しての実はで感情で6番釣りって5番が強人だったら理的なことをしてるんじゃないかって話だから5番の強めをないっていう理論をちゃんと明確に言っているから7番の6番と4番に対しての精査が あのおかしいっていうのが分かると思ってますよ。で、2視点で4番占いってないんですよ。じゃあ、2視点だった場合って4番強になった場合って7番、8番どちらかに狼がいるからこそ、2目線って8番占いが鉄則なんですけど、それがない2番って偽で分かりませんか。で、あと2視点で、あの1日目の黒要素言いますね。1日目の段階で2周目ありましたよね。2番は1番に対してあなたは白かったと思いましたよ。だから釣り位置ありませんだと思ってましたって。1周目の段階で1番に対しての強さって印象がいいけど色は落ちないですねっていう発言を残しているのに2周目に関して矛盾点を2番さんは起こしていますけど。あ、多分これ占い生徒だったら勝てるとかったかなと思いますけどね。占い生徒で圧倒的に多分4番死んだと思ってるんで。はい。まあ9番さんが、ね。9番さんがね。墓場でやっぱ見てるんでしょうね。はい。ああ、見過ぎてしまったなーっていうのをね、見てるんでしょうね。はい。まあ、5番が強人じゃないと思っているから、3番の強めっていうのって、占いを心境で二郎構成を終わしているのが、3番強人だから、占い心労って終わらせないのかなと思いました。5番のプレイヤーが発言します。うん。だから4番が最初に、1番の騎士を突かしたんでしょ?うん。それで、黒を打たれただと。敵の2番に、4番目線。うん。じゃあ4番プレイ変えればいいじゃん。今日釣られて、負けて。うん。そんな風に役すかすプレイは最低だってことを覚えればいいんだよ。それで反省しろ。いいじゃないか、2、7、8強でも。どうせ負けだから。役すかす占い師なんか、価値ないから。そうやってチームを負けに導くんだったら、どんなに素晴らしい言葉を並べたところで、その癖が治らなかったら村は負けるから。役をすかしちゃダメなんだよ。騎士を出させようとしたんだろ?みんなの話を聞いてると。
俺聞いてなかった、一周目。ファーストインプレッションで怪しいなと思ってたらそういうことか、と思ってさ。4番のプレイを変えるきっかけになったらいいんじゃね。新騎士で、騎士が出たら、黒打たれんだよ。それを反省すればいいじゃないか。3番が納得する結果で、負けて3番は怒らねえだろ。怒ったらみんなで3番説教しようぜ。お前が言うなって。うん、それでいいじゃないか。もうわかんないけど、うん、4番スーパー占い師だろ。うん、じゃあいいじゃん。うん、そのままだったら俺は何度でもするから。うん。騎士の価値をわからない占い師がいるんだったら、負けりゃいいんだよ。チャットを打つスピードが遅い。今日のチャットも遅いじゃん。意味わかんない。昨日は100分打つって分かった。今日は何なのっていう感じなんだけど。だから負けりゃいいじゃん。うん。騎士の価値考えよう。以上。7番のプレイヤーが発言します。4番さんが2番に、提示した黒要素って黒要素ではなくて、例えば、じゃあ4番さん、2番さんが8番さん占っとけばよいと。じゃあ8で黒で落ちたら4が強心じゃないですか。4で黒出たら8が、そのまま4が黒っていうことでしょう。黒要素なの、今の。2番人に対して。8を占え。8で黒出たら、じゃあ8で、8がローデンですねっていう。うん。それぐらいじゃないですか。で、3を強靭で置く。で、5番に関してももうわからん。4は負ければいいんじゃないですかっていうのは、例えばね、4の真の占い師が見えてるのかなとは思ったけどね、5番の話で。うん。じゃあ2番行こう。真の占い師として見てるのかなっていう。だから真の占い師として見てて4番を。でも釣られてくださいって。何言った今。だから興味があるのかなと思いましたよ。2?7?、うん、はい。偽ね。はい。7、偽ね、うん。はい。どう票合わせる ?8 番。8番と票合わせる。プレイヤーが発言します。7行くか2行くなら行くわ。いや、なんかもう5番さんもよくわかんないし、うん。これで4、6、ローローじゃなかった場合っていうのは、まあ、5番さんのせいでもあるっていうのは、まあ、自覚した方がいいかなと思ったよね。全部の責任を4番さんになすりつけようとしてるようだけど、あなたの精査ができなかったあなたの責任でもありますよっていうのはね、自分も、7番の今の発言なんだよ。人に言うよりもね、思ったんだけど、なんだよ、今の発言。今日何、2番さんじゃダメなのって思ったけどね、うん。何ダメなんだろう、2番さんだと。うん、だって、6で1人狼連れてるわけでしょ。で、うん。ってなると、6で連れて長い場合でも、2番さん行ったら、確実にここで1人狼連れるわけでしょ。俺は普通に村だから勝ちたいのよ。うん。だから俺は2番さんに行きたいね。そのなんか、4番さん行って、村は負けだ負けだみたいなこと言うけど、5番さんは。いや、俺は普通に勝ちたいんよ。1、7。いいよ。7がわけわかんない。4、5の中にいる村の人を聞いてくれ。俺はどれどれかわかんない。何やってんだよ。あれだけど、俺は2に行きますね。はい。うん。で、いいんじゃないかな。そしたらまだ村の負けはないと思うけどね。4を言ってこれ4が新占いだって100負けでしょ。俺100負けっていうのは嫌なんだよね。でもね、8番が嫌いだから、うん、俺は。嫌じゃないの村のみんなさん。7出現したけど、だから8番今日で負けるのが元の勝ちから。っていうか、確実に1人狼釣りたいんだったら2に行ってください。うん、4が絶対に偽だという自信があるのならば4に行けばいいけど、俺は絶対に2に行きます。っていうか、投票になったら考える7行く。普通に5番さんに惑わされんでくれ、頼むから。全プレイヤーの発言。いいよ。うん、8が嫌いだから行く。7の出現だと思うけど、もういいわ。味が強靭で負けるとダーツギガもうムカつくから一番。感情的にムカつくからもう読んで負けるんだったら別に味が強靭で負ける方がムカつく。うまんでなんかムカムカ止まんない。喧嘩売られてっからもう読んでいいわ。投票が終了しました。強靭にしか見えねえもん。追放されるプレイヤーは4番、4番の遺言を発表してください。はい、お疲れ様でした。で、言うのと、あと、5番さんは人の発言を聞いてから、その文句を言ってください。言えないのに、そんな、4番はじゃあ、ここで訳すかし、俺、吹かしてんだけどな、1番に関して済むなと思ったからって言って、1番の騎士に関して、1番騎士でしょっていう発言を残してないけどな。
お、それで俺が、人外の5番の4番への精査がよくわからねえし、お前蹴るぞ、お前ほんと。お前精査できてねえからそうなるんだろう。何の色落とした？俺はお前売られなくない。3番、5番売られなくて、6番、7番どっちか釣りたいなと思ってましたよ。7番釣って6占いでも分かったと思ってるし、まあ、3釣って7占いが一番悪いかなと思いました。まあ、村が弱いなって。うん。7出現したよ。7出現したのに、あなたは入れてるんですからね。7って5番が4番を新占い者と思って言って、7は5番に対して4番が新目だと思ってっていう発言残していて、7線って4番、うん、8が今日なら知らねえよ、そんな。チャットでそんな言っても。うん。先般は5番だからいいよ。以上。夜が更けました。人狼に気をつけてください。明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。1番、ゲーム終了。人狼陣営の勝利です。8強じゃないですか。すごっ。8強じゃないですか。どっちみち負けてたし、負けてたか、うん。8がとりあえず俺に文句ばっかり言ってるからね。強人で8に負けたのだけはムカついたから、まあ、4番いったけど。7はもう出現したのは分かったよ。7にいらないと思ったよ。あ、まあそうですよね。うん。でも八強人やったからごめんね。待って、ここはもう俺が先輩や、申し訳ない。あ、いやいや、いいんで、じゃあそんなことないっすよ、キュバさん。